ゼノキシロン族とは、中世代三畳期から白秋にかけて、北半球に分布したとされる植物の一種である。ラッ植物であろうとされているが、どの種に近いのかが判明しない。ゼノキシロン族は、ラテン語のゼノ、不明なと、キシラン、ザイから命名された。そのため、材質不明族と訳される場合もある。ゼノキシロン族の種は、 ノルウェーのスピッツベルゲンのジュラキ後期の地層にて報告されたピヌテス・ラティポロサスが最初である。ゼノキシロン族は世界各地で発見され十数種ほど知られている。ゼノキシロン族は山上期末からジュラキにヨーロッパからアジアにかけての北半球に分布を広げていたが、白亜紀にはヨーロッパから衰退し、白亜紀後期には サハリンやアラスカにわずかに分布変遷し、白亜紀末で絶滅したことが分かってきた。しかし、木材構造から針葉樹の一種であることが分かっているが、現在のどのグループに近いのかは不明である。ナギに近いポドザミテス族と共産することが多く、その仲間とする見解もある。ゼノキシロン族の木材化石は、ノルウェーのスピッツベルゲン近郊で発掘された後、 ヨーロッパ各国やシベリア地方、中国、朝鮮半島でも発見され、日本でも手っ取リ総軍やライウマ総軍、ナリワ総軍から発見されている。ありがとうございます。